はい、なんかねイベント起きたんで、はい、やります。はい、急遽始まりました。今ガラッパとペアリングだったんですけど、僕ねえ、これ多分強制的に解除されたやつでしょうね。もうふざけんねえこのクソジジイマジで、呪い殺すぜ。多分不思議時間の話でしょうね。まあもうせっかくだから、じゃあ不思議時間やっちゃう。同じ日なんだけど、まだ、はい、失礼ないようにな。あ、いや、まあ日付ぐらい変えようかな。てかもうあのイベントだけ見して、ちょっと明日やります。はい、さすがに日付変えるほどガチで やらん。何よ。はい、そうですよ、来ましたよ。何ですか。君に伝えなければいけない大切な話があります。はい、君がこの学校に来た時に取ってきた扉は始まりと終わりの扉といって、この世界と不思議な世界をつなぐ扉です。あ、そう、はい、不思議な世界とつながるとき不思議時間になることがあります。ふんふんふん、ね、懐かしいな不思議時間。さて君には始まりと終わりの扉でこの世界と不思議時間をつなぐ役目をお願いします。頑張ります。うん、なんで俺がやらなあかんので、はい、ここに不思議の鍵というものがあります。これは代々の校長だけが作り出すことのできる校長の権限すご校長の権限すごくない。前は、はい、この鍵を使えば始めと終わりの不思議時間とつなぐことができます。しかしこの鍵を使えるのはあなたたち人間の子供だけなのです。ああ、そういう設定やったな。そういえばね、だから悪用できないところなんだよね。うん、世界の取り決めなのですよ。了解。なんででもそれをしないといけないの。うん、そう、それを、はい、時々鍵は使えないことがあります。鍵を差し込んだことに使う時に、はい、向こうの世界で誰かが扉を使ってるのかもしれません。そんな時はまた何日かしてから試してみてください。今日はやんないよにーだ。今日はやんないもんにー。はい、まあそんなわけでパート3が勝手に始まっちゃいましたけど、どうしよう。まだあのまんまなんだよ、ほら 6時28分、あれから30分しか経ってねえんだよ前回から。じゃあせっかくだから行商人のとこ行こうか。そう、せっかくだし、あのベリーも今ちょっとだけ持ってるんでね、お金増やしましたよ。あれから釣りして1万720リッチになりましたね。なんとか1万超えたよ、やっと。ただね、1万でも買えないもの結構あるからな、このゲーム。意外とに1万台のものはいっぱいあるからな。ガラッパーごめんな、本当に俺今一瞬いたけど消えたよね。うーん、遊びの誘い来ちゃった。行くけど俺今からあれだよ、ペアリング強制解除のとこに行かないといけないんだけど、どうしよう。行商人とか諦めようかな。ガラッパーごめんな、なんか本当にもうね、俺は本当、でも好感度下がるみたいなのは明記されてないから、まあ別にいいっちゃいいのか。いやちょっとでも申し訳ないな、申し訳ないな。でもあっこれ無視する方が好感度下がるから、うん、まあこれがまあ言いまし無視、うん、ここなんだよな、幽霊屋敷なんだよな今俺が用があるのはな。ガラッパごめんね、せめていっぱい話そう。そう、ここなんですよね、行商人がいるの。行商人に会いに行くにはさ、このこれ何、このペアリングを強引に解除しないといけないのがもう俺の中で嫌なんだよな。すっごいしょうがないんだけどさ、システム上で。これでここですね。で毎日いるんじゃなくて、あの3の倍数の日しかいないんですよね。だから3日6日9日みたいな感じで、そう、その時にしかいないんですよこの人。血統 C さん、はい、ちょっとクランベリー金額聞いたけど微妙だったな。255か、まあそれでもカメール言ったら30だからね、30に比べればマシか。もう売っちゃおう。 OK、 まあないよりマシだわ。まだ民、森ベッド可愛いな普通に。森ベッドいくら、4800だっけ。いやでもベッドぐらい持っとこう。本当はガラッパと一緒に寝れる2人用のやつ欲しいんだけどね。まあそんなゲームシステムないんだけど、まあいいや。はい、もう行商人も会えたんで今日はここで終わろうかな。はい、ちなみにこの幽霊見っかると、見っかるっていうか捕まると、あの、はい、試しに今回は、はい、
はい、ここに戻されますと。はい、じゃあ、ちょっと日付変えます、日付変えますっていうか、もういや日付変えよう、不思議時間だ不思議時間。はい、日付変えてきました。大丈夫でしょ、多分パート3だしな、もうな、不思議時間に繋がるかな。まず不思議時間いった、よし、不思議時間だ。何年ぶりだろう、懐かしいな普通に。ガッチャン、うわ来たー、おお懐かしい懐かしい、あこの曲、これよこれよ、不思議時間といえば、もう不思議時間といえばだよな。うわ懐かしいこの曲。おー月夜竹とか入ってんじゃん、月夜竹は売り値が高いからもうこれも拾っとこう。不思議時間はね、とにかく稼ぎ時なんですよ皆さん。あのね、魚とか虫とか現れてる生物がいつもと全然違うんですよ。なんで今のうちに稼がなきゃ。そうよいしょ、キノコとかそういうのの売り値は大体全部把握してるからな。ビンティング竹はいらない、こいつ30だから。他の月夜竹が380、大荒れ竹が120だからな。売り値、売り値高いもんだけどんどん拾っていこう。やーべー懐かしいな。ただガラッパどこだ、せっかくだから一緒にね、ガラッパと一緒に不思議時間、じゃああいつ捕まえるか、あの虫、人面が、あえのきもどきがいるじゃねえか、こいつは確か稼げるぞ。はいはい、大きなサイズ、ナイス。ほい、小さなサイズ、あくそてめえ、虫はねこっちの虫の署に、ね、渡さなきゃいけないからね。えのきもどきが結構ねいいんですよ。あでもこいつの方がちっちゃいから、ちっちゃい方先に渡しとこう。何もらえるかな、小さなサイズだと。おお、クリスタルか、小さいサイズでクリスタルもらえるんでしょ。クリスタルって売り値400だからな、バカにならんぞ。はい、えのきもどき、イエー、おお、アクアマリン、アクアマリンは売り値1000だからね、非常にでかい。もうすでに結構大儲けじゃないこれ、割とキノコとこれだけでだいぶ儲けてますよ。ナイスアクアマリン、今の虫3匹だけで2400リッチ、素晴らしいな。やっぱちょ不思議時間ちょっとやばい、マジ稼ぎ時にも程があるわ。じゃあ目標リッチ決めよう、目標裏作業も含めて今6775リッチだから、どうしよう、2万まで行こう、2万まで貯めよう。ちょっと今回の不思議時間で2万まで貯めたい、最低でも。よく言えば3万欲しいな、やっぱちょっとある程度金欲しいよな。お、キラリ私服、何かなり仲が、あ友達の誘いだ、うん、まあそうだな一応、はい、オッケー。何回かたびたび話しかけてただけだけど、それでもこうなるんだっていうか、でもまあ言うても3日かかったな、3日間結構ちゃんと話しかけてやっと友達か。やべ、もう1万超えた、4800リッチだってよ、売り値。もういいや、おだちん3回もらうのだるかった。はい、あとガラッパ探さなきゃ、ガラッパ、ガラッパどこ、俺の愛する大好きな、僕の大好きなガラッパどこだ、ガラッパ、よいしょ、ほい、オッケー。うわー松茸だ、松茸はいいぞ、松茸もね売り値高いからね、300だっけ売り値、でも月夜竹が一番高いんだよねぶっちゃけね。 OK、 このオレンジのスズランも不思議花になるんでね、ほいっと OK。 さあこれも勝たして、これも勝たして、一人カモネムして100人種急に出てきたな。いやこの曲普通に素敵すぎる、本当に。多分ね、もう分かるとは思うんですけど、あのなんか昔のこうクラシックのなんかあのねアレンジというかが使われてるんですよね、このゲームマップの曲というか、こういうのが
OK、よし。昔トンボ、小さなサイズか。小さなサイズだと何もらえたっけ。黒いマーガレットかな、多分。すごく小さめ、すごく小さめは青いチューリップかな、確かもらえるの。いや本当はね、釣りの方がいいものもらえるんだけど、手間考えたら虫取りの方が楽なんだよな。あのね、釣りなんだかの連打しなきゃいけないからさ、ちょっとしんどいんだよね。なんだかんだで、そう、なんだかんだちょっとしんどいんだよ。まあちょっと今回はマジ裏作業も含めてもう儲けますよ。わっとこれ取れないかな。 OK、 この距離で取れんだ。人面がすごく大きい。よし、いいね。持ち物どんぐらい。あと5枠か。ガラッパどこ。本当にいねんだけどね。本当にね。ね、花子さん、ガラッパどこにいるか知ってる？知らない。あ、そう、知らないのか。じゃあお前に興味ね。俺が愛してるのはガラッパだけなんだよ。トラボルタとポロリンはよく見かけるな。いたいたいた、愛してる愛してるよ。 OK、 よしよし。今何持ってる？あー結構あるな。ちょっとじゃあまず亀屋でキノコ類全部売って、キノコ類全部売ってからあれしよう。何だっけ、何だったっけ、釣りしよう。あ、倍で売れる。しかも今日売り値がちょっと高い。いいぞ。もう目標の2万まで、もうちょいじゃん。もうちょいだよガラッパ、もうちょいで2万いくよ。やばい、不思議時間やべえ。釣りでちょっと親密度をね大きく底上げして、かつ金も稼げるっていう、この一丁一石二鳥。あ、来た。よし、水門が大きい。おら、何アノマロカリス。おお、アノマロカリスじゃん。可愛いんだよな、アノマロカリス。すごく小さめ、なんでやねんって。できれば巨大サイズ欲しいな。歴史サイズ欲しいな。歴史サイズ、歴史サイズね、ぶっちゃけほんと30匹2匹ぐらいしか釣れないからね。登録しに行こう、図鑑にね。一旦図鑑に登録して、家に赤いバラ取り行って、で今日も思いが届くおまじないやりましょう。思いが届くおまじないをやるには、僕の何も置いてない家をガラッパに一回見せなきゃいけないんだよな。ミスったな、ゴミ箱に置いときゃよかったわ、赤いバラ。いやでもなんかゴミ箱に置いてある赤いバラを使うのなんか嫌じゃない？うん、なんか気持ちの問題で嫌だわ。ガラッパがちょいちょいこの登録してる時にハート出してくれるんだよな。だ、好感度低い方ではないと思うんだけどな。低い方ではないんだけど、どうなんだろう、今どんぐらいなんだろう好感度。なんか数字で見れればいいんだけどな。で、あとはあとで洞窟行って鉱石のあれもしないといいね。で、黒いマーガレットと青いチューリップ、あとで上に行きます。で、不思議花ってね、特定の場所でしかやってくんないっていうか、なってくれないんですよね。そう、進化してくんないんですよ。だ、あとさっきのピンクのバラだと森、普通の森の場所で、オレンジのスズランだと、キノコの森で、黒い曲がれたお墓んとこ、青いチューリップだと洞窟の中っていう、なんか決まってるんですよ場所がね。3820リッチ。うおー、もう2万だぞ。やばいやばいやばすぎでしょこれ。不思議時間マジで、不思議時間えぐいな、本当にマジでえぐい。ごめんね、何もなくて。結構普通の部屋でいいと思うんだ。本当か、何もないぞ。 OK、 赤いバラは用意できた。よし、急げ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 、もう急げもう急ぐ、とにかく急ぐ、急げ急げ、マジで急げ。やばい、マジで時間ない、マジで時間ない、マジで時間ない。これ毎日やらないと嫌われちゃうんだよ、これ思いが届くおまじないって。毎日やらなきゃダメなんだよ。これやったらちょっと孤島行こう、孤島へランデブーしよう。孤島でランデブーして、オッケー、まだ鳴ってる、まだ鳴ってる、急げ急げ急げ、まだ大丈夫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 、まだ間に合う、まだ間に合う、大丈夫。もう、もうスレリアル、スレリアル、もうスレリアル、よし、オッケー、間に合った。あぶね、2日目。オッケー、間に合ったよ。危なかった。いや、恋人岬って普通にロマンチックだな、にしても。あ、ここ突き落とき入ってんじゃん、回収しとこ。アイテム何個入る？あと、あ、全然入るじゃん。オッケー、あと11枠ね。じゃあ11枠ちょっと、うん、孤島でちょっと魚取ろう、魚釣ろう。もうこっから先金策だぞこれ、ただの。まあでも、まあどんな感じかもう
ね、大体見せれたと思うんでね、不思議時間っていうのはこんなんなんだよっていうのは。なんで今回ちょっとこれで終わっといて、次回不思議事件解決と結果的にお金がいくらになったのかをね、はい、教えようと思います。発表したいと思います。はい、というわけで今回ここで終わっておきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。